大使たちは、ドイツの画家ハンス・ホルバインにより1533年に描かれた絵画である、ジャンド・ダントビルとジョルジュ・ド・セルブの肖像、外交官たちとも、ロンドンにあるナショナルギャラリーに収蔵されている。本作は、イングランド王であるヘンリー・パッセーの命令で描かれた。画面の左側に立っているのは、ポリジーの領主、ジャンド・ダントビルであり、右側に立っているのは、ラボールの司教。 ジョルジュ・ドセルブである。ダントビルにとって、この時が三度目のイギリス訪問であったのに対し、ドセルブにとっては、この時が最初のイギリス訪問であった。二人の当時の年齢は、ダントビルについては、彼が手にしている探検の柄に、ドセルブについては、彼が右肘を置いている書物の側面に入れられた書き込みから、それぞれ29歳と25歳であるとされている。 ニコラウス・クラッツァーの肖像二人の間にある棚には様々な道具類が並べられている。上段の左端には天文学あるいは先生学のための天球儀が置かれており、これには動物の図柄とともにいくつかの星座の名称がラテン語で記されている。その右隣には円筒状の日時計が立てられており、この状態では4月11日もしくは8月15日を 示しているとされる。これと同様の人形は、ヘンリー・パスイ付きの先生学者であった、ニコラウス・クラッツァーの肖像の中にも確認することができる。その右隣にある証言儀や、その右隣にある多面体の人形についても、ニコラウス・クラッツァーの肖像の中に同様のものが確認できる。下段の左端には地球儀が置かれており、これは、 ニュルンベルクで1523年に発表されたヨハネス・シェーナー制作のものを映したものであるとされる。その前の方で半開きになっている書物は天文学者であり地理学者でもあったペトルス・ワピアヌスによるカウフマンズ・レックンである。その右隣で両開きになっている書物はヨハン・ワルター作曲の三美歌集ギセリッチ・ゴッサーン・クブルクランである。三美歌集には マルティン・ルターの三カお及び十回のパラフレーズが写されている。その付近には十一本の弦のうち一本がなぜか切れてしまっているリュートの他にフルートのケースとおぼしきものが置かれている。画面の左方から鋭角的に見ると頭蓋骨であることがわかるこれらの道具類はいずれも数学、音楽、地理学、天文学のどれかに関係しており、これらの四つの学科は クワドリウ,イウムを構成するものであり、二人の人物の高度な教養もしくは知性を表現するために数々の道具類が描かれたものと考えられる。画面左上にはキリストの宅形像がカーテンの後ろに半ば隠れるようにして見えている。二人が立っている床のモザイク模様はウェストミンスター寺院の内人のそれを模写したものであるとされている。 その床面の上には、長細い形状をした物体が描かれているが、これはアナモルフォーシスという画法が用いられており、画面の右方もしくは左方から鋭角的に見ると、頭蓋骨であることがわかる。頭蓋骨は死の象徴である。若くて可能性に満ち溢れていたとしても、死はいつ訪れるかわからない、という深刻なテーマが織り込まれているのである。 山形大学教授の元木光一は深刻なテーマを型の遊戯性で緩和しているのだ。それゆえに、これも苦笑いを誘発する絵画ということになるのだろうかと述べている。ありがとうございます。